伊藤正義は日本の政治家。衆議院議員、外務大臣、内閣総理大臣臨時代理、副総理、内閣官房長官、自由民主党政務調査会長、自由民主党総務会長を歴任した。福島県藍津若松市に生まれ、祖父の伊藤健介は藍津藩士であった。父、伊藤秀三郎は旧姓藍津中学校の一回生で、同校教諭である。 旧制合津中学、旧制浦和高等学校を経て、東京帝国大学法学部を卒業。農林省に入省する。農務局嘱託。その後、間もなく公安院に出向する。伊藤の公安院時代の同僚に、名優の大平正義や、後に通商産業大臣などを歴任する、佐々木義武らがいた。 中国大陸から戦時中に帰国するが空襲により焼け出された兵の自宅に加遇する日々が続いた。農林省では河野一郎農林大臣を相手に町長発誌の議論を展開し河野から政治家向きと評価されている。農地局長や水産町長官を経て1962年に農林事務次官を務めた後退官。1963年 伊藤は、第30回衆議院議員総選挙に、旧福島県、第2区から、自由民主党公認で立候補し、初当選を果たした。当選後は河野率いる河野派ではなく、無二の親友である大平が所属していた池田派に、加わり、領収の池田派やとから、君は池田派から出馬するというが、本当のところは太平派だなと評された。当選同期に、小渕恵三 橋本龍太郎、小宮山十四郎、田中六助、渡辺道夫、佐藤隆之、藤尾正幸、中川一郎、三原浅尾、鯨岡氷介、西岡武夫、奥野誠介などがいる。大平が福田武夫の後を受けて自由民主党総裁に就任したことを受け、伊藤も党財務委員長に起用され、第二次太平内閣では初入閣ながら、 首相の女房役たる内閣官房長官に就任し、太平首相を補佐した。1980年、福田早美派の本会議欠席により、太平内閣不信任決議案が可決され、ハプニング解散により、中3同日選挙が施行された。ところが、太平首相が5月30日に同日公示された、第12回参議院議員通常選挙の有説の後、不正脈により、 パラノモン病院に入院した。太平首相の入院中は伊藤が留守を預かり、6月12日に太平首相が急性した後は、事前指定に基づき内閣総理大臣臨時代理に就任し、即刻形式上内閣総辞職の手続きを取り、選挙後まで職務執行内閣を率いた。ポスト太平をめぐっては、伊藤の名前も総裁候補に上がり、 加藤光一や堀内光浦の若手が総理後継の流れを作ろうとしたが、伊藤が消極的であった上に、太平と同盟関係にあった田中角栄が太平派のナンバー2である、鈴木善光を押した。鈴木は田中派に近かったものの、従来の反主流派要人も了承し、鈴木の後継が固まった。鈴木善光内閣では、伊藤は外務大臣に任命される。 だが、1981年5月の日米首脳会談における共同声明の解釈をめぐって、日米同盟は当然に軍事同盟の性格もあるとする伊藤と、日米同盟は軍事同盟ではないとする鈴木首相のそれぞれの国会答弁が祖語をきたす。また、鈴木首相と声明文を作成した外務省側が対立し、中川一郎科学技術庁長,長官、 渡辺道夫蔵省、鯨岡氷介環境庁長官や小川平次コーチ、海座長から外務官僚が攻撃される。共同声明の文面は事前に官邸側もチェックしているはずなのに、今更外務省を攻撃することは筋が通らないと思いつつも、伊藤は官僚をかばって自分の責任であると閣僚懇談の席で陳謝するが、外交における先方への影響を、 案安子のやりとりを内密にするという了解があったにもかかわらず、マスコミに漏洩したため態度を硬下させ、表向きは騒動の責任を取るという形で辞表を提出する。一党の公認には、そのだただし厚生大臣が横滑りし、鈴木の路線に沿う外交政策を打ち出したが、後の中村で内閣では再び日米軍事同盟路線が確認された。1八十六年、 参戦を果たした中曽根康弘総裁の下で伊藤は自民党政調会長に就任し政界の表舞台に復帰した。続く竹下登総裁の下で自民党総務会長に就任し引き続き党三役の一角を占めた。しかし1989年リクルート事件により竹下首相は退陣を余儀なくされポスト竹下に党三役の一人であり、 金権腐敗に縁のない伊藤の名前も上がったが、堅くなに拒否した。その後、後藤田正春に壊れ、自民党政治改革本部長に就任したが、自民党内の状況変化や、体調の悪化により、1993年の第40回衆議院議員総選挙に立候補せず、政界から引退した。1994年5月20日、伊藤は、 自民党の政権復帰を見ることなく、肺炎のため、東京都内の自宅で死去。80歳没。中野、法善寺で行われた葬儀では、名誉後藤田が弔辞を読み、あなたは政治家の中では、珍しい愚直なまでの潔癖感でもありました。こうした姿勢を貫き通したことに、私は、すがすがしさ、美しさすら覚えます。 党内にはそういうあなたを煙りたがる空気もありましたが、この潔癖さこそが今の政治に最も大切なことだと思います。と述べた。劇画、小説吉田学校の中でもこのエピソードが描かれている前日の6月11日付で、内閣法第9条に規定する国務大臣に指定する胸の事例が発出され、内閣総理大臣臨時代理の就任予定者となったが、 これには、期間、条件等の制限に関する付帰がないため、形式的には、いわゆる、副総理である。翌12日に、太平首相が休止したことにより、新首相の新認識までの間、内閣総理大臣臨時代理の職名を、使用することとなった。岩見隆尾著、日本の歴代総理大臣がわかる本にも、記載されている、塩谷七十郎、松江春次伝54ページ。 日本官僚制総合辞典東京大学出版会2001年11月発行314ページ大平正義38ページ大平正義115ページ大平正義256ページ,ジ ABC 総理の座を固辞した伊藤正義合津人の帰骨伊藤正義の略歴偉人伝合津への夢街道 www.aizu.net 2021年2月18日へ閲覧パレスチナ問題に関する質問収書衆議院2014年4月21日へ閲覧文芸春秋2018年2月号平成4年竹下派分裂で小沢総理は幻になった渡辺構造元衆議院議員247ページありがとうございます